人でやり取りしたいと思います。私も完全にこう相手に揺られたいので、マスターさんと彼にやってもらったことは人とは言えない、疲れそう、うん、11時ぐらいまで行けばいい。ちょっと10時に終わらない。アパートで行って、そこからうちだな。アパートに行ってくれるんだけど。あ、本当？そう。お待たせしました。始めていきたいと思います。おはようございます。おはようございます。担当します藤垣です。よろしくお願いします。はい、今日結構暑いので水分補給を多めと、ちょっとだけ気分が悪いなと思いましたら、ちょっと私にお知らせしていただいてすぐに休憩に入りますので、すぐに遠慮なさらず教えてください。はい、ではかかとをご自分の骨盤底へと引き寄せていきます。後ろの方、声届いてます？はい、そしたらかかととかかとをへそを一直線上にしていきます。一回尾骨側に重心にして背中を丸めます。口からふーっと息を吐き出して、そこから恥骨側に重心を切り替えます。腰を立たせて背骨をまっすぐ伸ばして、手のひら上向きです。息を吸って肩を大きく上に引き上げて、吐いて肩の力ストンと落とします。目を閉じます。口も軽く閉じます。鼻の奥に息を送るような気持ちで、下から心地よく息を吸い上げて、息を鼻から深く吐き出して、下から息を吸うときにお腹が膨らみます。吐くときはお腹を深くへこまして、もう一度下から心地よく吸った息を胸の上まで押し上げます。吐くときにお腹が緩み、胸がリラックスされます。下から心地よく吸うときは上に背骨を引き上げて、吐くときは余分な力みを大地にすべて逃がしていきます。もう一度心地よく吸った息、丁寧にゆっくりと吐き出していきます。息を吸って、息を深く吐き出し、吐き出した方はそのまま頭を下に深く落とします。背骨は伸ばした状態で頭だけを下に落とします。首の後ろから背骨の上にかけて刺激を送ります。息を吸いながら頭を起こし、吐く呼吸少し後屈します。目を閉じて後屈、喉の前を伸ばすような、そんな程度で OK です。息吸って顔が正面、吐く呼吸でゆっくりと真下へ。吸いながら頭を起こし、吐くでもう一回後屈、首カクーンとならない程度で結構です。
そのまま頭を元の位置に戻す。吐き出しながら頭左真横に倒します。左側右側の肩を下に深く落とす。首の横の部分です。息を吸いながら頭を起こし、吐くで反対。左側の肩を下に深く落とします。そこから顎を引き、頭が真下です。ぐるっと回します。頭の重さを感じながら深く深くね、回してあげてください。反対側にもゆっくりと戻します。キリが良いところで動きを一度下で止めて、そのまま両手を胸の前で合わせます。肩と肩甲骨を下に落とし、親指はクロス引っ掛けます。吸う呼吸で頭と腕を遠く上に持ち上げて、吐き出しながらゆっくりとその手を下ろします。もう一度下から大きく息を吸い上げて、吐き出しながらその手を胸元に。もう一回息を吸って、肩甲骨から上に引っ張り上げて、吐き出しながらゆっくり下ろし、腕を伸ばしながらもう一度息を吸う、吐く。徐々に肩周りが動き、その手が上がったとき耳の横に近づいていく。吐き出しながらゆっくりと下ろし、ご自分の呼吸に合わせて数回繰り返し、動きに呼吸を合わせないようにしていただいて、呼吸に動きを合わせるのを基本として1時間ポーズをとっていきます。吸って腕が上に上がった方、少し保ちます。手のひら正面です。肩を一つ落とし、腕を離します。腕で耳を挟んであげてください。ちょっときついかもしれません。そこで目を閉じ、3呼吸を置きます。穏やかな呼吸を体全体に送り、吐くときに太ももの力を一つ緩め、吸うときは背骨が一つ空方向、吐くときに余分な力みを大地に逃がし、もう一度呼吸。息を吐いた方は目を開け、手のひら内側に、左手をマットに下ろし、肩を下げて右側の座骨でマットをぐーっと押しながら、その手まず遠く上に伸ばします。息吸って吐くで側屈、目線下に下ろして、そのまま手を遠く前に下ろす。そして一回深く下ろす。右側のお尻でマットを強めに押します。右側の肩、肩甲骨の力抜いちゃっていただいて OK です。右腕はマットの上に下ろし、腰の横ら辺ですね。そうしましたら、その手前を通りながら横から大きく息を吸って、真上、吐くでゆっくりと。吐き切ったらもう一回大きく息を吸って、吐き出しながらその手遠く、息を吐き切ります。たくさん息を吸って、横から上にぐーっと伸び、吐くでその手が、あと数回繰り返します。たくさんの息が体に入ったら、その息を全部出し切ります。可動域を少しずつ広げ、
吐いて脱力して、ここで二呼吸をします。息を吐き切ったら、そのまま体をゆっくりと起こし、一回息を吐き出します。そのまま左腕が上、右手は楽な場所に置きます。肩が上がらないように肩を落とし、一旦真上にたくさん息を吸います。吐き出しながら左側のお尻でマットを押しながら、その手右斜め前遠くです。肩の力リラックス、背の方をマットにつけそうでしたらマットに下ろします。息を吸うときにその手横から大きく上です。息を吸って吐き出しながら、その手と前、息を吐く、横から大きく息を吸って、吐き出しながら、その手遠くと、ご自分のペースで3回ほど繰り返します。左側のお尻がマットから浮かないようにおきます。可動域目いっぱい、肩の力を抜いて、そうしましたら手をついていただいて四つん這いになります。そうですね、姿勢を変えるときに、今ですとこう座っていて、そこから横座りになって四つん這いになると、ちょっと骨盤の歪みにもつながりやすいですし、あんまり腰にも良くないので、普段の生活でもこう、この状態からもし四つん這いになりたいとしたら、足をクロスして起き上がっていただくとか、起き上がる時もここから手をついて、つま先をついて、で起き上がるようにして、なるべく骨盤が歪まない、腰に変な負荷がかからないように、日常生活もちょっと気をつけていただけると、より体はいい方向に向いていくかなと思います。そしたらそのまま四つん這いになっていただいて、肩の真下に手首を置きます。手のひらは大きなパーに、人差し指の付け根でしっかりと大地を押して、つま先を立てます。息吐き出しながら背中ずっと丸めて、肩の力を抜いて、肩は耳たぶから遠ざけて、つま先で強めにマットを押します。肩甲骨のところ、今まん丸の状態です。そこで保って少し呼吸を続けます。息を吐くときに肩甲骨の間が1つ2つ開きます。そうしましたら足の甲を伸ばします。足の甲とすねでマットをしながら、少し腕に反り上げます。反り上げるときに肩が耳たぶに来ないように、肩を耳たぶから遠ざけて、喉の前を上に持ち上げるような、そこでもう一呼吸をします。そしたら次の呼吸、真っ平らに戻ります。つま先を立てて、その手遠く前に出します。胸をマットに近づけて、顎をついて、目は必要があれば閉じていただいて、お尻は遠く後ろ、つま先は大地を押します。そのままもう一度四つん這いに戻る。下に肘を置きます。つま先しっかり立てて、少しお尻を左斜め後ろに引っ張ります。右側の
先でしっかりとマットを敷き、お尻と後ろ、そこからお尻後ろを通りながら、今度は右斜め後ろ遠くる、左側の肘と左側のつま先で深めにマットを押し続けます。そうしましたらゆっくりと戻って四つん這いに戻ります。つま先を立てて、少し今から頭を心臓より下げます、下げるようなポーズに入るので呼吸を大きく繰り返します。途中ちょっときつくなったら、この四つん這いにね、戻ってあげてください。膝をちょっと持ち上げます。私のかかとを見ていただきたいんですが、かかとは母子球よりも後ろに行かないで、しっかりと立つようにします。そこで膝を曲げて、かかとを上げて、それでぐーっとマットを押します。皆さんの膝曲げていただいて、そうです、かかとは上げて、お尻が遠く後ろです。太ももとお腹がくっつきます。でかかともちょっと上に持ち上げます。この位置でここを押して太ももとお腹がくっつきます。息吐き出しながら右の膝伸ばして、足の裏がマットに届きます。右のかかとで大地を深く押してあげてください。ここの場所で今度は足を入れ替えます。左の足の裏全体がマットに深く入り込んでいきます。深めの呼吸をしていきます。両方のかかとを持ち上げて、両方の膝を曲げます。もう一回、太ももとお腹がくっつきます。そしたらそのままゆっくりと膝をマットに下ろす。足の甲を伸ばしたら、手の位置変えずに腕を伸ばす。足の親指は重ねて、膝は大きく開き、そこの間に上半身を入れて、少しリラックスします。腰が痛い方にはとてもおすすめのポーズになりますので、腰痛のある方も日々の生活の中でね、取り入れてみてください。吐く呼吸とともに、胸の前とお腹がマットに徐々に徐々に近づいていきます。そしたら四つん這いに戻って、つま先を引けます。もう一度膝を曲げて、かかとをしっかりと立たせて、手でまっすぐーっと押して、太ももとお腹くっつけます。息吐き出しながら両膝を伸ばします。でもうちょっとだけ隣に引いていただいて、肩の力リラックスです。そうしましたら両手の間を見ます。両手の間を見ましたら、そのまま腕立て伏せのような状態に入ります。ここもつま先をしっかりと立ててあげてください。目線前にします。きつい方はお腹を、お尻を上げていただくと少し強度が下がりますので、そうですね、肩からかかとまでが縦一直線上を作ります。息を吸って、吐くで一つ前のダウンドッグに入ります。深く息吐き出します。一つ前の腕立て伏せの状態、フランクに入ります。ちょっと内から
ってるので、はい、中指を正面に向けていただいた方が、はい、息吐き出しながらダウンドッグです。それでマットを落ちます。一つ前のフランクに入ります。ダウンドッグへ深く息吐く。両手の間を見ます。そしたらそのまま右の足大きく上にぐーっと振り上げます。お尻が左側に逃げやすいのでお尻は中央を意識します。その右足を両手の間に、よいしょ、移動をし大丈夫でしょうか。後ろのつま先はしっかりと立てておいてください。お尻が今ですと右や左に逃げるのでお尻まっすぐ後ろですね。で、膝の下にかかとがきます。手はなくてもいいぐらい軽く添える程度にします。多分ギューってやってると色がだんだん変わってくるので軽く添える程度。肩の力を抜いて前を見ます。一度吸気を吸って、左側のももの付け根を前に向けて右側のももの付け根を後ろに引くようなイメージ。もう一回吐いたら手を下ろします。右足後ろです。両膝を下ろします。足の甲を伸ばしたら手の位置を変えずに腕を伸ばすと子供の手を力ふーい吐き上げます。四つん這いに戻りつま先を立てます。両手の間に胸を下ろす。脇閉じます。脇閉じる。胸とお腹まだ効かない。少し重心前です。ここでお腹が下りま す。足の甲を伸ばします。肩を引いて胸元を見ます。そしたら少し体を起こします。肘は外じゃなく閉じて肩を下げ、肘全部伸びきらないと。つま先を立てて吐く呼吸ダウンドッグ。深く息を吐き出します。そうしましたら一度フランクに戻り膝を足の甲を伸ばし、こういった腕を伸ばす。子供の手を膝を呼吸をする。そしたら四つん這いに戻ります。右のつま先下、かかと上に打ち上げます。両手の間にその右足を移動をします。今は後ろの膝ついていて OK です。肩の力を抜いて胸を目を閉じ、3呼吸ほど。膝が前に出すぎないように気をつけてあげてください。3呼吸終わった方、手を下ろし、後ろのつま先を立てて、膝を持ち上げて、足を前に揃えて、背中を丸めて、息を吸いながらゆっくりと体を起こします。はい、息を吐き出して、ちょっとお水補給しましょうか。それほど展開は早めにやっていませんが、一つ一つちょっと時間をかけてゆっくりやりますので、
保つ時間がちょっと長いと、きつく感じる方もいらっしゃると思いますが、そしたら、呼吸、例えば5呼吸、吸って吐いてで1呼吸の5呼吸を5回やらなくても3回で、私十分だ今日はと思う方は、ください。ただちょっと、もうちょっと頑張れるかなっていうところを目指してもらえるとありがたいです。マットの先端に移動します。肩骨1個分足を広げて、肩の力を抜いて、恥骨をへそにしっかりと引き寄せます。この引き寄せの力を利用して、腰が反らないように、お腹、腹をしっかりと締めておきます。両手を出して、その手を上に。手のひら後ろ向きです。ももの付け根前に出さないで胸だけ上に開きます。たくさん息を吸って、吐き出しながら、その手前に伸ばし、膝のロック少し緩めます。肩を落とします。膝がちょっと閉じているので、膝少し下に。腕がだんだん耳の横に近づきます。肩甲骨のあたりが丸まらないよう、肩の力を抜いて。その手を足の横に移動して、手のひら下向きです。息吐き出しながら前屈。おでこをすねに引き寄せます。そうしたら左足を大きく後ろに引きます。後ろのかかとしっかりと立たせて、左の骨盤が前、右のももの付け根を後ろに引きます。膝の下にかかとが来るよう調整、5本の指を立てます。胸を開いて前方深呼吸をします。息を吐き出したら手を右足を後ろに、肩の力を抜いてつま先しっかりと立てます。膝を下ろし、足の甲を伸ばし、吐き出しながら腕を伸ばした子供の甲。四つん這いになり、つま先を立てて、そのまま肘を曲げて下に沈みます。重心を前に、ここでお腹を下ろし、足の甲を伸ばして胸元を見る。肘全部伸びきらないで体を少し起こす。つま先を立てたら吐く呼吸バウンド、深く寝息吐き出します。膝をついて足の甲を寝かせ、腕を伸ばした子供の四つん這いになります。つま先を立て、左足少し後ろ、その左足前に移動します。5本の指を立てて、お尻が左側に逃げないように、お尻をまっすぐ後ろ、胸張って肩を落とします。手をついたら右足を持ち上げ、右足を正面に。息吐いて深い吐き、その手と遠く前を通って息を吸って、胸ぐーっと開きます。はーい、少し足を開いて口から息を吐き出しながら
余分な力みを解放します。息を吸いながら頭を、そしたら足を閉じ、マットの前方にもう一度移動します。手骨をへそにしっかりと引き寄せて、手を腰です。そのまま右足を上げて、右足を後ろ。今日ちょっとバランスがやりにくいなと思う方は、一直線上に足を引くのではなく、肩骨1個分幅を開いて後ろに下げてあげてください。下げたつま先は気持ち斜め45度にします。縦の幅もうちょっと広い方がいいです。縦の幅があまり狭いとちょっと膝に負担かかるので気をつけてください。手を腰に当てます。右のももの付け根前に、左のももの付け根後ろに、肋骨へそに引き寄せます。そのまま前の膝ゆっくり曲げます。左の太ももじゃなくて後ろのかかとで大地を押します。吸って戻す、吐いて、もう一回吸って戻す、ね、骨盤の向き気をつけます。右のももの付け根が前、左のももの付け根引きます。吸って戻す、手を合掌、はあ、そのまま手斜めに、肩の力を抜きます。目線斜めね、シンプルなポーズですが、ももの付け根、右のももの付け根を少し前を意識していただいて、左のももの付け根を少し引き気味にして、前の膝はつま先と同じ方向に揃えます。腰が痛い方ここまでです。腰が痛くなければその胸少し空に開いて上を見ます。肩が詰まりやすいので肩下げておいてください。上を見る、そうでしたら上を見ます。はい、そしたらその手と大きく、はい、手を横に開く。肩の力を抜いて手を出し、足を後ろでプランクに戻る。そこからダウンです。両手の間を見たら左足を、違う、それだけダウンドッグに戻ります。右足を前に出します。そしたらゆっくりと体を後ろのかかとを大地に下ろします。左のももの付け根を今度は前へ、右のももの付け根引きます。息吐き出しながら前の膝を曲げて、吸って戻す。左のももの付け根を前にしながら右の膝を曲げます。吸って戻して、吐いてゆっくり曲げ、肩と肩甲骨下げたまま、その手斜め上です。そこで保ちます。もうちょっと広げたまま、深く呼吸をします。そのまま腰が痛くなければ胸を少し上に開いていきます。肩を下げていただいて、膝、つま先と同じ方向で、もう一呼吸をします。そうしましたらその手遠く斜め前に出します。手をゆっくりと、足を後ろに、プランクに戻ってあげてください。かかとはしっかりと立たしておきます。膝をつく方は膝をつきます。つかない方はそのままで。膝ついた方もついてない方もそのままチャトランガ、ゆっくりと下に沈んでいきます。
お腹まだ効かないです。前に移動、ここでお腹を足の甲をね、ゆっくりからだ。肘は全部伸ばさないで、足の甲とすねでぐーっと大地を押し、つま先立てて吐く呼吸バルーンです。そうしたら左足を前に出します。そこに右足も揃えて、肘と肘をつかんで、腕が耳の横で、膝はロックを外していただいて OK です。肩甲骨伸ばして、息を吸いながらゆっくり伸びていきます。胸を空に開いて、肩の延長線上に手を伸ばします。吐いて、その手を下ろしてください。大丈夫ですか？はい、一回かい。ちょっとお水の補給をお願いします。
の前方に立ちます。右足を後ろに引きますが、さっきの幅よりかは狭めで、足はクロスしないように一直線上を目指します。そうしましたら、そのまま手を横から大きく振ります。息吐き出しながらもう一回、左側のももの付け根をちょっと後ろに引きます。そのまま90度まで倒れてみてください。お尻が左側に逃げやすいので、そのお尻をまっすぐ後ろを意識します。左の膝ちょっと痛いなと思う方はロックを軽く外してあげてください。そのまま両手を伸ばします。ちょっと肩周りがしんどいかなと思いますので、余裕がある方はぜひ耳の横、きついなと思う方はちょっと肩より下げていただいて OK。 手のひら天井を向けます。空側ですね、空側に向けます。そうしましたら、その手と奥前を通って足の横に来ます。息吸って5本の指立てます。吐き出しながらお腹を太ももに近づけて、おでこを胸にくっつけます。お尻をまっすぐ後ろ後ろで、一呼吸だけをします。息を吸いながらその手前に伸ばしてゆっくり戻ります。たくさん息吸って吐き出しながら頭を下にだらーと、口から深い息を吐き出し、息を吸いながら頭を起こし、手を起こし、両足を揃えます。足は変わりますが、ちょっと腕もつけていきたいので、一旦足を開いてもらって、横から吸い込ます。そのまま、斜め後ろに、肩甲骨が肩に近寄って大きく息を吸って、さあ切るまま肩甲骨寄せる、ぐーっと寄せる、吐き出しまーす。さあ切る、肩甲骨目いっぱい寄ります。この手内側に、手と手を寄ります。この状態で左足をさっきと同様引きます。高い息を吸って左の骨盤が今度前ですね。このままももの付け根を曲げていく、目線を少し前にしていただいて、今度はお尻が反対方向にずれますので真後ろを意識します。もう一呼吸、頭を心臓より下げたくない方はここでも十分結構です。いけそうな方はお腹を右の太ももに近づけて、すねにおでこを引き寄せて、肩骨は空に高く伸びていきます。肩が痛くないところ、そこでもう一呼吸をきます。そしたら息を吸いながらゆっくり体を起こす。はい、息を吐き出す。一回全てを吐いて、そしたらふーっと息を吐き出す。息を吐き出したら頭を吸い、足を揃え、マットの上に座っておきます。お水必要でしたらいつでもここで呼吸をお願いします。出てきたのはポーズだけちょっとやってみます。足を前に伸ばし
想定してしまう方は、なんかタオルとかあれば、それだとちょっと暑さ足りませんが、ブランケットとかをこのお尻の下に少しこう入れてもらうだけで、重心が前に行きやすいので、想定してしまう方はここを意識してください。もしお家でもやる方は、壁にしっかりと寄りかかってもらうとやりやすいですね。この先、天井の下。肩の力を抜いて、脇を閉じて、お尻の延長線上に手首が来るように、内手首が来るように。手のひらで台紙を押し、目を閉じます。頭頂部を空高く引き上げ、顎を気持ち、奥歯の力を緩め、肩甲骨の肩がどん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 下に落ちる、かかとは遠く前に落ちる、ふくらはぎは大地をしっかりと捉えていく。とてもきついポーズですが、そこで半歩小さめ、穏やかな呼吸を体にしっかりと、吐くときは奥歯の力みを緩めてあげます。3呼吸終わった方はゆっくりと目を開け、手を少し足を開いて、一回つかんで力を抜く。下から体を起こし、仰向けに寝転がっていきます。まだシャバーサナには入りませんが、日焼け気になる方はちょっと顔の上に何かかぶせてください。仰向けになったら両手で両膝をぐーっと抱えます。ちょっと眩しいですね。眩しいので目の上になんかタオルを置いてもらった方がいいかもしれないです。太ももとお腹をしっかりとくっつけます。肩甲骨をマットにしっかりと近づけて、必要があればそのまま左右にコロコロ転がって、お尻の横にも刺激をしっかりと送ってあげます。腰が痛い方、お腹が張ってきつい方もこのポーズ有効なポーズです。動きを止めて、両手と両足をだらーんと伸ばします。腰が痛い方とは、縦膝を作ってあげてください。このままシャバーサナーに入っていきます。寝っ転がるポーズですね。ちょっと日焼けが嫌だな、寝っ転がりたくないなという方は座っていただいても結構です。お任せします。寝転がっている方は両足はだらーんと解放し、手のひらが上向きです。普段猫背気味の方はさらにその手のひら少し外気味にしてあげると、胸が開き、肩と肩甲骨が大地に降りやすい状態。もう呼吸をコントロールすることはおしまいにしていただいて、一番ご自分の心地よい呼吸で結構です。穏やかな呼吸を繰り返し、最後は少しリラックスをしていきます。
気は残ることなく全て吐き出し、手足を少しずつ動かして感覚をご自分の中に呼び戻していきます。握ったり開いたりしながら、両膝を立てましたら、上半身は固定したまま下半身だけ左右同じ方向膝を動かして、ウエスト周りを動かして、腰痛の改善、腸への刺激、そのまま右側を向いて横向きになります。とても眩しいのでまだ目は閉じておいてください。そこの中で少しずつタオルや手の隙間からまばたきをして、外の光を目の中に一つずつ送り込みます。目がこの明るさに慣れてきた方からゆっくりと起き上がってきてください。ゆっくりで結構です。起き上がった方は頭だけ下に落とし目線、両手を胸の前で合掌をし、必要があれば親指を引っ掛け、頭を持ち上げながら大きく息を吸って、吐き出しながらその手ふわーっと、手のひらで空気を上にぐーっと押し上げ、はい、その手を両肩を耳たぶへ吐いて、ありがとうございました。お水の補給を忘れないように少し多めに補給をお願いします。